海を舞台に活動する人たちを紹介する海と日本プロジェクトインサガ。さあ今回はこの方です。有明海に面する佐賀県白石町は中世の時代から現代までいくつもの干拓事業で生まれた町です。田島町長はこれまで港湾、漁港関係の仕事に携わってきました。私は、昔の堤防から1キロぐらい入ったところに生まれ育ちました。学校から帰ってきたらもうすぐさま有明海の方に遊びに来て、揚げ巻きとかわらすぼとかムツゴロとかいっぱい取って、おりました。白石町はこのほとんどが昔から干拓でできた町なんですよ。だから有明海といったら海のことを言うんですけど、私たちの住んでる今農地になっています、住宅地になっています。この土地はその昔は有明海だったんですね。いろんなものをたくさん取れてます。農作物もありますけど海の幸もねたくさんあって、有明海海イコール白石町というふうに思っています。はい、白石町は有明海から生まれた陸地ですので、そのやっぱり昔は漁業の方がたくさんいらっしゃったはずなんですけど、まあ、やっぱりこういう状態で農家の人たちがウェイトは大きいと思うんですね。しかしながら農家の人も漁師さんも一緒になってね、この有明海を、そしてこの境、陸と海との境のここら辺をね、もっともっと豊かにしてやらないかんかなというふうに思いますけどね。海と日本。